ハイサイ防音工事の有限会社共生産業です。このコーナーは読谷村イラミナにある防音工事の有限会社共生産業の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ハイサイ防音工事の有限会社共生産業です。本日もスタートしています。本日も皆様にこの共生産業さんのですね、様々な情報をお届けしたいと思います。本日もゲスト、お越しいただいております。早速お名前自己紹介お願いいたします。はい、営業推進課の池原と申します。こんにちは。はい、池原さんこんにちは。はい、もう一つ。こんにちは、共生産業で営業やってます高知と言います。よろしくお願いします。はい、本日お二方、お越しいただいております。もう高知さんは3回目ということで慣れたかと思いますが、本日初めてね、池原さん、はい、来ております。池原さんは、ご担当の方は、まあ、現在はあの読谷村を中心ということで秘書の方をちょっと中心に回ってます。あ、営業ということで、はい、営業ですね。営業という形ですね。はい、で、池原さんちょっとお伺いしたいんですが、はい、先日まあね、先週放送した中で、まあ、住宅防音工事の種類にはですね、まあ、種類があるということで、はい、これ一体どういう種類があるんでしょうか。主に大まかな工事としまして、防音工事、新規工事ですね、あと追加工事、はい、防音角改善工事で外郭防音工事ですね。結構難しい名前が並んでいますね。ちょっと分かりやすくね、説明していただきたいと思うんですけど、うん、最初にね、おっしゃられた一挙防音工事、はい、これはどういった、これ皆さん初めての工事 ですね、一度もやってないお客さんに対してですね、現在はまとめて1回でやろうという工事なんですけれども、まあ、対象するのは昭和58年3月10日の工事を対象にしてますけれども、まあ、読谷村に限ってはですね、そういった感じでやっております。なるほど。まあ、その他にもですね、まあ、今言われたのが追加防音工事、はい、こちらも、一挙工事の場合ですと、まあ、人数の応じての、その、まあ、以前昔、昭和58年の場合でしたら人数に応じて防音工事の部屋割りが決まってまして、それ合わなくてまた何年後したら追加工事をしたいというお客さんの対象をした工事の種目です。あ、なるほど、はい。まあ、メインとなるのは、まあ、この一挙そうですね、防音工事と、ね、追加防音工事のこの2種類がメインになるのかなというふうに思われるんですが、はい、まあね、一挙防音工事ということでちょっとこちらの方詳しくご説明いただきたいんですが、うん、まあ、防音工事といえばお知らせみたいなのが以前は届いてたかと思うんですが、うん、今違うようですね。まあ、頻繁に皆さんの方に営業マンが来ると思うんですけれども、昔でしたら、まあ、昭和58年に遡るんですが、防衛局の方で調査しまして、まあ、地区割というか手配りないしは郵送でですね、防音工事を受付をしていたんですが、現在は希望届けという形でですね、お客さん直に、希望を取って歩いている状態です。あ、ということは建物管理して自分自身で、はい、これをそうなんですよ、申請を出さないといけない、そうなんです、という状況になっている。はい、防衛局の方はどのお客様が防音工事を希望しているかということをご存じないですので、なるべくでしたお客さんの方からですね、自分はどうしても追加工事ないしはまた別の工事を希望したいということで、確認を取っている状態です。あ、なるほど。で、この防音工事、ね、まあ、申請するって言ったってこれどちらに申請すればいいんでしょうか。よく我々営業しながらお客様の方から声が聞くんですけれども、もう終わりでしょうと、どこにどうやってももう2回も3回もできるわけないんじゃないのということで、まあ、防衛局の方ではホームページに希望統計ということで用紙の方をダウンロードできます。そしてプラスうちの会社の方でですね、そういうダウンロードや用紙を準備してますので、一言声かけていただければ、私ども会社の方ですね、代行でやることができます。あ、基本的にはこの防衛局の方に申請登記するという形なんですね。ということで、まあ、まあ、何回もやられてるっていうね、方々もいらっしゃるかもしれませんが、そういう意味では、ね、
最終工事から10年ですよね。そうですね、経っていればまた、追加という形で、以前ですね、まあ、私はヒージャの方中心に回っているんですけれども、まあ、お客様の方からもう2回も終わってるからうちのお家は対象ならないんじゃないのというお声聞いたもんですから、ただですね、ふとお家を中を覗いてみましたら手すりがついたりご高齢の方がいらっしゃるということで、もしかするとということではご家族の中に、養子縁、例えばデイケア行ってるお客さんがいらっしゃいますかと聞いたら、うちのおばあちゃんが行ってるということを聞きまして、うん、3回目の工事ができるんですよ。あ、これだとまだ、はい、残りの、そうですね、工事ができる。ただ条件としまして最高5部屋ですから、はい、残りじゃあ1回2回目の工事が3部屋4部屋で終わっている残り1部屋ができるということで、プラストイレと浴室まで防音工事ができるということで私どもは提案しております。あ、さらに、5部屋プラス、はい、で工事の方ができる、ね、ということなんですね、はいはい、まあ、以前ね5部屋できたんだけど4つしかやってないよっていう、うん、はい、残り1つではなくて、ま、新たに新たに、いや違いますね、新たにですねトイレと風呂場を、あ、トイレと風呂場が対象になる。そうなんです、お風呂場の方が対象になる、はい、ということなんですね、はい、あ、なるほどなるほど。そういう意味ではまだ、こういったのでちょっと知らないっていう方々結構多いんじゃないでしょうか。そうですね、結構いらっしゃいますね、うん、ただこの追加工事ないしその、まあ、我々の方では核改善工事と呼んでるんですけれども、はい、そういった情報は防衛局がわざわざやってるんじゃなくてほとんどは皆さん知らない状態でいますので、うん、こういうことを目的に我々また一つずつお客さんに対してですねご説明させていただいております。あ、なるほど、まあ、そういう意味ではこの営業されるときにですね、はい、声かけっていうのは、まあ昔より以前よりって言ったらいいんですかね、はい、以前よりまあ声の方はかけやすくなった状況になるんですかね。そうですね、まあ、一度にともう防音工事を経験している皆様ですから、うん、やはりはこのなあもう防音工事はいいよってお客さんも結構いらっしゃるんですけれどもそうなんですか、めんどくさいからもういいよっていうことがいらっしゃるんですけれども、プラスねトイレと浴室もで、あ、それまでできるんでしたらちょっと考えてみようかなっていうお客さん結構いらっしゃるもんですから、ご提案させていただいてますね。この、まあまあ、期間というかこの申請にかかる期間というのは大体どれぐらいになるんですか。よく聞く話なんですけれども、うん、今その順番待ちっていう形で皆さんこの希望殺到してるもんですから、あ、殺到してる状態なんですか。もう状態はですね、約1年、まあ、1年できる違法なんですけれども、約1年ということで我々はご提案しているもんですから、あ、もうそれだけ、本当にいっぱいの方が、はい、申請の方されているということなんですね。そうですね、はい、まあ、これ以上、ね、遅くならないうちに、ね、そうですね、池田さんたちからすればもう早めにお申し込みいただきたいですね。皆さん発信していきたいと思っております。あ、なるほど、そういうことでしたらもう本当に、本日ね、お聞きになった方々もですね、私も同じ境遇にいるっていう方ね結構いらっしゃったんじゃないでしょうか、うん、そういった方々はねぜひこの防衛局のホームページ、からね申請書の方をダウンロードしてみて、あるいはねまたこの強制産業さんの方にね、はい、お問い合わせいただきたいと思います。お電話番号を、はい、957-0503です。957-0503でございますね。本日も皆様に様々な、情報をお届けしてきました。来週もこの時間お会いしましょう。このコーナーは読谷村イラミナにある防音工事の有限会社強制産業の提供でお送りしました。